はい、今回は安倍の国葬の出席者名簿の 74% が黒塗りというやばいニュース、こちらについて考えていきます。今回もよろしくお願いいたします。こちらもですね、注目のニュースで SNS で話題になってるんですね。で、そもそもですが、安倍の国葬っていうのは国民の意見を聞かずに岸田がですね、閣議決定で、強引にしたもので、さらにそのね、出席者名簿の約4分の3を、黒塗りしてるっていう、国民からしたら全く理解ができない、ものです。おそらく自民党あるいはですね、内閣府の背後に、東丸とか、宗主国の、考えがあり、それを隠しているとも取れるんですが、僕たち日本国民としてみればおかしいとしか思えません。でこれって、ちょっと類似してる話なんですが、安倍の国葬の、出席者名簿の4分の3を黒塗りにするっていうのと、自民党の女性議員がフランス旅行に、行ったっていうことって、これ同じですからね。税金とか公金を使って日本国民にそういったことを隠してるって意味がわからないじゃないですか。でこういう、意味のわからないことをされているわけですよ。でどういうニュースかっていうと、こういうニュースなんですね。共同通信が安倍の国葬の出席者名簿の開示を求めたところ、 74% が黒塗りで返されたと。もうこの時点でおかしいということがわかります。安倍の国葬にですね、税金公金を使っているにもかかわらず、なぜ参加した人を明かさないのかと、国民がおかしいと思うわけじゃないですか。で実際これ、SNS でこういったことが言われてるんですよ。安倍の国葬で、招待した客を明かさないって、それは何なのかっていう話でですね、ただですね、この安倍の国葬っていうのは国民のですね、意見が賛否分かれていたんです。僕は反対ですからね。安倍っていうのは、安倍を支持する人はいるか知りませんけど、安倍っていうのは歴代、長い政権にいたって言いますけど、安倍のミックスとかそういったもので日本の経済をね、ボロボロにしたこともそうですし、軍拡って言ってね、憲法違反をしていること、言い出したらいくつもいくつもあるんですが、そういった人間なんで支持するところがどこにもないんですよ。でその、安倍の国葬の件に関してなんですが、共同通信が内閣府に招待者名簿を情報公開を、請求した 74% の氏名が黒塗りだったと。なぜ 74% が黒塗りなのかっていうのは、僕たち国民からしたら非常に謎じゃないですか。公金税金を使っているのに、その黒塗りにしてるっていうね、そういうあってはいけないことが、あるわけですよ。でこの共同通信の、情報ではですね、政府が国葬の案内状を、出した、招待者っていうのかな、6175人で、そのうちの3436人が、参加したということで、半分以上かな、半分以上は参加したということですかね。ここから先なんですよ。安倍晋三と交友関係にあった著名人あるいは遺族関係者の、招待者数は1177人で、このうち 96% が不開示、元国会議員も 100% 不開示だったというと。だから安倍の友達っていうのはほぼ、不開示で、元国会議員も不開示、ここを隠しているということですね。でこのですね、安倍の国葬の出席者名簿の 74% を黒塗りということは、どう考えてもおかしいと思った人が多くいるんですよ。僕も非常におかしいと思うんですね。でそれに関してはこういった SNS の意見が出ていると。安倍の国葬には12億円もの税金が使われていたんですが、その税金を使って、不開示にしている意味がわからないということね。でここなんですよ。おそらく安倍の国葬に招待してはまずい人が含まれていたのではないかと、そのように思います。だって不開示にする理由ないじゃないですか。別に普通に出せばいいのに。出せないっていうのは、何か理由がある。で国葬なんですから、出すべき。でこういったまともな意見が多数あるんですよ。で、安倍っていうのはですね、この不開示の件で、昔ですね、桜を見る会っていうのが、ありましたね。でこの桜を見る会っていうのもいろいろおかしいところがたくさんあるんですが、安倍の、地元選挙区の議員とか後援会の関係者が目立ったことで税金の私物化ということで、国会で、大きく、話題になったと。で、野党の議員とか市民から招待、客名簿を、情報公開するように請求されたと。で、その時に内閣官房とか内閣府は名簿がないとか、桜を見る会の直後にシュレッダーをかけて廃棄したとか、意味がわからない。国民がですね、こんなことを許せないと批判非難、怒る声が上がったということで、おかしいじゃないですか。シュレッダーにかけるとか、わけはわかんないですからね。だからこの安倍晋三とか、安倍晋三のこの周辺の人間とか、それを隠す、例えば内閣、もう内閣もそうですね、内閣、あるいは自民党、そういったものは一切信用ができないっていうことなんですよ。
で、やはりこちらも同じようなことが SNS に投稿されており、もしもやましいことがないのであれば、接待、あの招待客の、まあ、接待した客の、名簿を公表すればいいと、で税金公金を使ったのに、このね、先ほどの桜を見るからですね、名簿を処分するとか廃棄するとか意味がわからないっていうことです。で今回も同じことをしているわけですよ。だから桜を見る会でも、名簿を隠す、参加者の名簿を隠す、で国葬でも出席した人間のものを隠すっていうことだね、で、何にも例えば公金も税金も使わないで家族だけとかそういったものであればいいんですが、国葬でしかもね、多額の、公金税金が使われているわけですよ。それを黒塗りにしてるって国民からしたら意味がわからないじゃないですか。で、普通に考えて、他の人も他に参加した人もこんなことっておかしいなと、思うはずなんですよね。で、政府はこの、ね、安倍晋三に関して、売国土中の売国土ですが、安倍晋三の国葬を内閣府の設置法上国の儀式として12億円の経費を、全部国費で賄っているということで、ね、これ公費、国費の使い方の透明性が問われる件ということなんですよね。だからこの12億円の国費公費を使ってるんで、誰が参加したかっていうのは当たり前ですが、明かす義務があるんですが、安倍晋三の友達と、その元国会議員は、公開していないと、そういったことなわけですよ。本当に、おかしいとしか思わないですよね。で、一部ですね、見られてる人、そのね、その国葬の時に見た人はいるってことなんですね。野球選手の有名なソフトバンクの王貞治とかが参加したとかっていうのもあるんですが、そういったものも実は黒塗りされていたと。だから王貞治っていうのは参加していたんですね。しかしそれを黒塗りしていたと。税金を使って、したものを隠しているってね、12億円という税金公金を使って隠しているっていうことで、もうわけわかんないじゃないですか。だからもう本当に日本のこういうね、その内閣とかもそうですし、政治とかっていうのは全くもうこれ機能していないと考えられますよね。でそもそも、リスナー様も思っている方いらっしゃると思いますが、安倍の国葬っていうのは本来国民に意見を聞くべきなんですよ。国葬するかしないかということで。で、そういうことを聞きもせずに岸田が閣議決定で強引にしたわけじゃないですか。で安倍っていうのはその先ほどお伝えしましたが、アベノミクスもそうですし、ね、軍拡って言って憲法違反をしてたのもそうですしね、さまざまなその売国をしていたんで、国民が支持していない、人間もいるわけですよ。僕なんて安倍とか大嫌いですからね、岸田も大嫌いですけど、でそういった人間を、ね、その強引に閣議決定で国葬に持っていくこと自体がおかしいし、今度それ国葬になったら12億円というお金を使ってるにもかかわらず参加者を公表しないとかっていうのもおかしいじゃないですか。でこれっていうのははっきりとわからないんですけど、おそらくこういったことが憶測できるんですよ。この隠してる 75% の、人間は誰なのかっていうことでもちろん分かりませんが、おそらく東丸教会の関係者だと思いますね。だから壺の者たち、安倍の周辺にいたこの壺の者たち、あるいはですね逆がありまして、もしこういったことがね、出席者名簿を明らかにすると安倍がですね、東丸と、ズブズブだったっていうことが分かるんで、その来た人間たちもそのように思われるっていうことで隠してるのかなんか知りませんが、こういったことがまかり通るこの日本というのは非常におかしいわけですよ。だから自民党とか内閣の裏に東丸教会とか創始国がおり、好き勝手してるわけですよね。本当にまずい状態なわけですよ。そもそもその、ね、日本の、国の形がおかしくなってるのはこの安倍の時から、もっと言うともっと前小泉の時からでしょうけど小泉安倍とおかしくなって、今岸田でですねさらにそのおかしさが加速してるんですが、こういったね、まず国葬をするかしないかっていうのを国民に問わず岸田が勝手に閣議決定でするっていうこともおかしいし、でさらにそのね、国葬の費用をね、公金税金で12億円使ってるのに、その参加してる人間を隠してるっていうのもおかしいっていうことで、こちらの件ですね注目されてるんで、一人でも多くの方に、こちらの内容についてですね、何かしら思っていただければと思いまして、今回お伝えさせていただきました。本当にもう自民党政権でですね、背後の東丸にこう好き勝手されると日本国民がもう本当に厳しくなっていくんで、もう選挙でね、自民党、自民公明、維新の会以外に国民が投票するより他手はないと思います。ということで今回はここで終わりです。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。失礼いたします。